アリソン V-3420 アリソン V-3420 は1937年にアメリカ合衆国のアリソンエンジンが開発した WV 型24気筒レシプロ式航空用エンジンである。1937年、アリソンエンジンは米国陸軍航空隊向けに大廃棄量の高出力航空用エンジンを設計、製造することになった。完成した。 V-3420 は、同社の V 型12気筒エンジン V-1710 を2台、クランクケースを共有させて組み合わせたものであった。2機の V-1710 のクランクシャフト2本は、ギアを介して1本のプロペラシャフトを駆動するようになっていた。この構造により、V-3420 のほぼすべての部品は、 V-1710E 及び F の部品と互換性を有していた。V-3420 は当時としてはかなり優秀なパワーウェイトレシオとなる 1.6kW を実現していた。当時最もパワフルかつ小型のエンジンだったため、ダグラス XB-19、ボーイング XB-39 スーパーフォートレス、 ロッキード XP-58 チェーンライトニング及びフィッシャー P-75 イーグルといった新型空軍機の開発プロジェクトに採用された。しかし、信頼性の向上に時間がかかり、太平洋戦争も終結したことにより、どの機体も試作、または少数の生産に止まったため、V-3420 は結局約150機しか生産されなかった。 出展、エアクラフトエンジンズオブザワールド1946、初元気候性能原型となったエンジン競合する、エンジン関連する一覧。ありがとうございます。